沼津市や伊豆半島が選挙区の静岡6区、区割りの変更により今回から伊豆の国市の旧伊豆長岡町が新たに加わりました。立候補しているのは届け出順に令和新人の富谷浩介さん、自民前職の勝俣孝明さん、立憲前職の渡辺修さんの3人です。自民党の前職、勝俣孝明さん。大逆風の中の選挙戦であります。私に至ってはこの政治資金の問題は全く問題がなく清廉潔白にやってまいりました。与党公明党さんとともにクリーンな政治を必ず実現してまいります。勝俣さんはふるさとを守ると掲げ、治水対策やインフラ整備の推進などを訴えています。出陣式に選んだ場所は今回から選挙区となった伊豆長岡地区。有権者数はおよそ1万2000人で、勝敗を決めるとも言われる重要なエリアです。勝俣孝明という名前をみんな全員がですね、書いたことのない選挙区、新しい選挙区ですので、それはやっぱりしっかりとですね、力を入れたいという思いですね、はい。勝俣さんはこれまで渡辺さんに3連敗するも徐々に差を縮め、前回戦では初勝利を果たしました。2連勝を目指す勝俣さん、この日訪れたのは伊豆半島です。これまでの選挙戦で票差をリードする伊豆半島を回りますが、自民への逆風に危機感を募らせます。このふるさとの経済を力強く前に進めていきます。そのためには選挙で勝たなければなりません。本当に今までも個人演説会に集まった支援者らの前でも、安心していただいて、そして勝俣孝明、厳しい選挙戦です、どうか勝俣孝明を助けてください、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします、勝俣を助けてください。そんな中、先週選挙事務所を訪れたのは自民党小泉選対委員長です。勝俣さんは不在でしたが、スタッフらを激励しました。政治とかね、政治とかね、このことで勝俣さんは違うのに、そう思い込んでる人たちがいるとしたら、それを跳ね返すのも我々支援者の責任です。選ぶべきは誰なのか、必ず伝わると思います、必ず勝つと、一票差でも勝つ。昨日行われた決起大会でも、陣営は逆風を追い風に変えようと支援者らを集めました。第4コーナー回ってもう本当にもうこれはもうデッドヒートですので、ふるさとの命を守っていく、ふるさとを守るんだという、もう観光と防災の両立ということを中心に訴えさせていただいてきました。まあ、何が何でもやっぱり熱い思いを一人でも多くの方に訴えていくという、まあ、こういったことをしっかりと続けていきたいというふうに思います。立憲民主党の前職、渡辺修さん。皆さん方がおかしいと思うことはやっぱり正していく、そのことを皆様方ぜひ一緒に頑張りましょう、一緒に変えていきましょう。渡辺さんは自民党の裏金問題を受け、政治資金の透明化や経済対策などを訴えています。初当選から25年間この選挙区の議席を守り続けていた渡辺さん、前回戦では4420票差で初めて小選挙区で敗れ、比例復活となりました。今回負ければ後がないと話し、勝利奪還へこれまで以上に強く支持を訴えています。まさに鮮やかには勝てないかもしれないけど、しぶとく負けないというちょっと戦いをしていきたいと思ってます。何としてもこの小選挙区、渡辺修をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。沼津市の出陣式の後に向かったのは、新たに選挙区に加わった伊豆長岡地区。ありがとう、よろしくお願いします。長岡田並でございます。ありがとうございます。渡辺さんはこれまでの選挙戦で有権者およそ16万人、代表殿の沼津市でリードしてきました。しかし伊豆半島では票が伸び悩み、結果的に接戦に。だからこそ陣営も伊豆長岡地区を重要なエリアと位置づけています。まあ、皆さん方にしてみると、ね、私も相手候補初めて
選ぶわけですから、そこで何千の差がつくのかつかないのか、やっぱりだいぶで勝敗を分ける可能性ありますよね。それは承知しております。選挙戦も半ばに差し掛かった先週土曜、立憲民主党野田代表も自ら沼津に入り、渡辺さんを後押ししました。ここは激戦区なんです。渡辺衆さんに小選挙区で勝ってほしい。小選挙区で勝てばもっと厳しい選挙区で戦っているゲーム仲間が比例復活することができます。立憲民主党としても負けられない静岡6区。渡辺さんを近くで見ている陣営も前回戦よりも熱意を感じ、人との距離感も近くなっていると話します。自民党に負けるということは、やっぱり今の自民党の政治をこの6区の有権者は認めたということになりますから、それはやっぱり6区の皆さんが今までの自民党でいいというふうにね、やっぱり認めたことになると、自民党じゃない方に軍配上げるよっていうことが結果として起きたということにね、やっぱりならなければいけないと思うので、私は身を粉にしてでも頑張らなきゃいけないというふうに思ってます。この静岡6区に令和新選組から立候補したのは富谷幸介さんです。30年間この日本経済は冷え切っております。経済を回して、この国を日本を回していく、そういうことをしていくと私たちの暮らしは潤います。富谷さんは駿河銀行のシェアハウスをめぐる不正融資問題の元債務者で、本店がある沼津市から声を上げたいと6区からの出馬を決意しました。現在は消費者問題救済支援団体の代表として活動していて、金融詐欺被害の撲滅や被害者の救済支援、また消費税の廃止などを国政に出て実現させたいと訴えています。有権者に訴えたいことは、銀行が不正をしたのが分かってて戦う必要があるのか、これは制度が整ってないからですよね。銀行がもう風化させようと思えばその方向に持っていけちゃう現状があるということ、これはまず何とかしないといけない。熱を増す静岡6区での選挙戦、あさって投開票を迎えます。